どうもラボチンです。さあ今日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は黄昏の森モッドにマーベルモッドを入れてみました。これアイアンマンですね。アイアンマンなんと飛べます。飛ぶことができるキャラクターとなってますね。しかもアイアンマン遠距離攻撃が使い放題です。さらにボムみたいなのもあります。ボガーンとこんな感じです。もちろん近距離で攻撃もできるよ。はい、このアイアンマンを使って今日は黄昏の森モッドのボス全部倒してみましょう。それでは行くぞ。それではまずはナーガから行きましょうか。お、出てきた。まあ、ナーガは飛んでれば余裕でしょう。攻撃されることもないもんね。ナーガは余裕。うん。まあ、盾持ってればもっとね、簡単に倒せるだろうけども、盾なくても全然いけるね。もう上からもう的だよ。的です。速攻で倒します。あ、でもそんなにダメージはめちゃくちゃ与えれるっていうわけじゃなさそうだね。ああ。はい、終わり。ナーガ倒しました。ナーガは余裕だね。次ちょっと難しいかもしんない。トワイライトリッチ来い。あ、いたた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 。どこだ、どこ。あ、いた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 。ちょっと待て待て、実体はお前だな。しゃあ、実体さえ分かってれば。あ、違う、あれ、どこにいる。当たりのやつがいない。あれ、消えた。あっちにもいる。え、どこだ。あ、こいつだ、お前だお前だ。いやいやいや、そんなにゴリゴリ動くなよ。めちゃくちゃやりにくいよ。あんまり動かないでくれ。しゃあ、あ、なに、なんかめちゃくちゃダメージ受けてる。来なさい。と、どこ。結構ね、移動するから分かりにくいな。来い。よし、 OK。あ、で、こっからはあれか。はい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 、召喚モード。あ、いたく、危ない危ない。召喚モードになった時はもうこっちのもんじゃん。しゃあ、倒した。いや、まだか。あ、いた、終わり。第3段階に移ることなく倒しました。余裕。では次行こう、ミノッシュルーム。余裕でしょ、どうせお前こっち来れないもんね。いや、これ一方的にボコるだけだわ。ひどい、この戦いはひどいわ。じゃあ降りなければもう全然余裕じゃん。ただの雑魚、 HP が若干高い雑魚だよ。走ってきても全然余裕。次も余裕でしょ。炎だけ気をつければなんとでもなると思う。火の輪でっか、火の輪でっか。攻撃してるところの顔を狙うと大ダメージだよね。じゃあちょっと待って、下の顔が見えないよ。あ、普通にしてもやっぱ全然ダメージ入んないね。いたた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 、結構食らう。いたた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 た。ああ、完全に油断したわ。あんま近寄らんとこ。はい、終わり。あ、いや、終わりじゃなかった。はいはいはい、おーおー、どんどん首生えてくるね、お前すごいな。一回やられたけど、まあ倒しました。次はナイトファントム来い。危ね、
こいつ初めて戦うんだよね。おお、飛んでるんだね、ナイトファントムって。いやでも別に大した攻撃もなく、あ、なんか斧かなんか投げてきてる、斧かなんか投げてくるけども、いや全く問題ないわ。くらえ、え、弱すぎない？もう倒した、倒したよ。ちょっと待って、このスケルトンちょっと鬱陶しいなお前。死ねえ、よし。あ、なんかチェストが出てる、下に埋まってるけど。おお、ファントムヘルムとファントムプレート。おお、騎士の王の騎士のツルハシ、いろいろとゲットしてますよ。次も初めて戦うね、ウルーガスト、ガストのでかいやつでね。ちょっと待って、でっか、でかでかいし、なんか気持ち悪いぞこいつ。え、いや、ダメージの与え方が分かんない。え、近接じゃないとダメとか、いけ、いや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 、近接ダメージ入んない。あ、入った入った入った。下から攻撃しなきゃダメなの？なんか足に攻撃するとダメージがある。下からしか攻撃が入らないのか。あ、でもなんかなんだ、卵みたいなのボン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 下に落としてるけど、真上にいられたらちょっとやばいな。もうちょっと離れると全然雑魚じゃん、こんなの。ギャー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 、うるさいな本当に。終わりだ、ラストおしまい。あー、もううるさいなこいつ。あー、なんかチェスト出た、チェストがなんか出てますね。お、カーミナイトと灼熱の涙。おお、こういうのゲットしました。さあ、それではまたね、こいつは戦ったことないやつだね。ちょっと穴に埋めてやろうか。アルファイエティ、おお、でかっ。何これ、氷も入ってくるね。なんかちょっとなんか気持ち悪い、どうもくんじゃん。え、ダメだ、ダメージ入んない。ダメージが、わー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 、なんだ、え、ダメージが、ちょっと待って、近接か。おお、あぶね、あ、あ、近接だこいつ。暴れた暴れた、あ、なるほど、わかった。近接で攻撃して、でなんか暴れだしたら遠距離が効くわ。よっしゃー、うわ、なんか訳がわからないやつだったね。めちゃくちゃ暴れるし、訳がわからんやつだったな。では次行きましょう、雪の女王、出てこい。おお、なんだ、初めて戦うぞ。おい、飛んでるから何もできない。ダメージが入んない。こいつより上に行けってこと？いや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 、お前も上に行く。あ、なんか出てる、なんか出てるぞ。なんだこれ。あ、下に降りてきた。うん？あ、あ、下に降りた時攻撃入る。いやでもこれ普通にさ、アイアンマンじゃなくして戦えばこれ強いんじゃない？うわぁ、こいつは戦いにくい。ちょっと待って、これ、あ、これ遠距離だわ、こいつは。遠距離じゃないとちょっと難しいって。遠距離遠距離。いやー、もう雑魚がどんどん湧く。
あと一発かな。来い。よし。あ、よっしゃー。撃破。強かった。強かったというか、攻撃の仕方が難しいね。じゃ最後巨人を倒しましょうか。でかっ。てか俺じゃん。俺だ。え。こんなん。ああ。え。顔？弱点。いやまさか自分が出てくるとは思わなかった。ああ。巨人って自分なんだ。おっしゃー倒したー。なんか手に入れたぞ。お、なんか手に入れた。巨人の剣。でかいのこれ。わ、でかっ。でかっ。なにこれ。なんだこれ。でかすぎやろ。はい、ということで今日はマーベルモッドを使いまして、黄昏の森のボス全部倒してみました。マーベルで行くと勝てるね。勝てる。ただこれ普通に行くと俺勝てるかちょっとね不安になってきた。難しい気がするぞ。まあ、とにかくまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。